안녕하세요, 호입니다. 빨리 하이구 今日は 한국의 早く 문화에 대해 말하십니다. 한국에는 早く 문화가 있습니다. 何かとすれば何でも早くするのを好きです。それが1960年代からちょっと韓国が戦争が終わって貧乏な国だった時から今みたいに立派な国になる本当にいい大きな力でした。何でも早く背中早く終わして次のもの早く行こう。はい、そうですね。韓国では早く文化があります。韓国語で言ったらパリ文化と言いますけど、その早く文化がいいところも悪いところもあります。韓国でなんでその早く文化が生まれたかは僕もわからないんです。じゃあいいところから話してみましょう。いいところは本当に何でも早いんです。ネットが一番早い国やし、世界でディリバリーとかもすくすく来るし、なんか配達とか注文したらすくすく来るしな。銀行のそういうことも昔からずっと携帯ですくすくできたし、何でも一応早くピュッピュッ仕事を早くピュッピュッでき処理できるようにしました。日本もちょっと早いことがありますけど、でも日本遅いんです。まだ遅いんです。何が遅いかとすると、書類をがほんまにめっちゃめんどくさいんです。僕じゃなく外国からオーストラリアとかで来た外国人の話を聞いてみても同じです。書類がめんどくさいことが多すぎます。そこまでいらないのに考えるところがありますね。日本ではなんか安全にも万の一をためにこれを用意して万の一をためにこれを用意してしますけど、韓国では万の一はないからええねん、そうしますよ。で、日本で書類するとき同じ書類をなんか2枚3枚書いたり、なんか全部ハンコが必要したりも、そんなちょっとめんどくさいことが多いんですけど、韓国では書類もちょっと早くパッパッチとこう進むことがあります。全てのことを早くしたいことですね。なので早くしたら悪い点が何かとすると、仕事を早く終わして、また次の仕事をしなきゃ、その仕事も早くして、結局仕事っていうのは無限なので、同じ仕事を早く終わせて、またこれをこうやってすることが、ほぼみんながそうやっているから、仕事の量がちょっと多いんですね。そんなことは早く終わせて、その次に遊ぶのも、早く遊びに行こう。バーッバーッって、ピュー帰って仕事、ピューッそうします。なので、本当に面白いことなんですけど、これが韓国が世界で仕事をする時間が長いことで、タップ5以内に入ります。で、遊ぶ時間が長いのもタップ5に入ります。だから、韓国人は休まない。寝ない。ちょっとそんなイメージがあります。仕事バーして遊ぶとガーンでバーンバーンそんなことちょっとあります。なので、韓国もそれでちょっと有名なこともあります。仕事する量もほんと多いし、なんか会社終わる時間も遅いけど、遊ぶ時間も長い、寝ない国かもしれないですね。僕の親戚も1日4時間ぐらい寝るらしいんです。日本が最近仕事を1日何時間以上すると法律的に禁止、そんなことあったんじゃないですか。韓国もちょっとそれが必要だと思いますね。だから日本で誰かが自殺したんじゃなかったんですか、会社員か。僕も詳しくは知らないんですけど、そう聞いたんですけど、韓国もちょっとそんな法律が必要かもしれないですね。もっと人生の豊かな、ちょっとそういう趣味とかゆっくり休んだり、そういうことが必要かもしれないですか。もちろん韓国でも会社入って8時間ぐらい寝る人もいますけど、話を聞いてみたら6時間かそれ以下に寝るらしいんですね。なので韓国の早くパリパリ文化はいいこともたくさんありますけど、悪いこともちょっとあると思います。そうです。はい、今日はここまでです。皆さんは早く方ですか、ゆっくり方ですか。僕はもう両方ともと思います。じゃあ今日も見てくれてありがとうございます。気になることあったらいつでもコメントで残してリクエストしてください。
こういう風に動画で作れます。でそろそろ皆さんネタがどんどんなくなっています。ほんまにネタがどんどんなくなっていて、皆さんのリクエストが大事なところです。お願いします。今日はここまでです。皆さんアンニョン。